い、こんにちは、ケイソーです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、ヴァンパイアサバイバーズやっていきましょう。はい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 。アルカナをね、何個か取ったんで、うん、まあ見ていきたいなってところで、まあ 2ですかね、今回アルカナ2爆発を見ていきたいなっていうことで、へいへい。爆発する武器が、まあ、なんか7個ぐらいあると。はいはい。だから、まあ 6武器をじゃあ全部今回それで埋めてやってみようっていうところで、うん、ピニオンが入ってたんで、まあ、初期武器がピニオンなコンジェッタでやろうかなと。ハイパーお急ぎアルカナでリミットブレーカーなし、ね、なしで、オッケー、はい、で緑の地いきましょう。ゴーゴーゴー。 で、 です、ね、アルカナ2です。アルカナ2、はい、ここら辺の武器が全部爆発するよということで、うん、取っていきましょう。はいはい。骨花は買っていいね。はい、まずはピニオンの爆発を見よう。どうです、どうです。爆発してるけど、はい、ピジョーね、ピジョーに来た。これ、槍放った後はどうなの？トレーサーでいいじゃん。槍を放った後は、あ、爆発しない。なるほどね。だ、置いてあるそいつらが、はい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 、自然になくなるときに爆発する。爆発する。だから近づいて、その、そいつらに、そのお前が放ったドリルに近づいてって。あ、ダメか、そっか。あ、うまい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 、ほらほらほら、消えてる。なるほどなるほどなるほど、なるほどなるほど。はいはいはい。で、ルーントレーサーは、ルーントレーサーはある程度行って消えた瞬間に最後爆発する。爆発ポーンつって。で、鳥は、鳥はわかんないっすね。鳥はどのタイミングで。鳥消えねえしな、お前。そうだね。あ、輪っかが爆発してんのかな。あ、なるほど。ちょっと輪っかを追っかけてみようか。技が消えるタイミングでな、爆発が起きるということで。でも、わかりづらい、わかりづらいっすね。わかんないっす。じゃあ、花と骨も取りましょうか。骨だっけ。骨。花と骨な。花と骨。骨。はい。はい、オッケー。さあ、これで、さらに。骨。爆発が増えたはずだけど、うん、あー、なんかすごい、うん、すごいけど何によっても爆発してるかがもうわからない。そうだね、もはやわからない。あー、まあピジョーネでも上げていきましょうか。そうだね。黒い鳥も爆発するんですけど、黒い鳥取っちゃうと合体しちゃって爆発しなくなっちゃうみたいですね、うん、なのでショ、これでショも爆発する。ショも爆発する。ショはしかも進化させていいらしいですよ。え、スペルバインダー、スペルバインダー取りましょう。王冠、うん、王冠もいいね。王冠先に取っちゃおうか。王冠一か、別に取らなくて今回リミットブレイクしないし。あ、そっか、リミットブレイクしないのか、うん、でもこいつレベル上がれば上がるほど大きくなるよ。なんかどっちでもいい。取る、取っちゃおう。いいよ、せっかくなんで。はい、大きくなればほら爆弾爆発のこのあれも大きくなるってことで。なるほどね。そこら辺もちょっと楽しみたいなと。じゃあ王冠優先でいきましょう。はい、王冠があるときは王冠を取って。はい、トレーサー、トレーサーでも、アーマー取るとトレーサーが進化しちゃう。進化はさせられない。うーん、トレーサーは進化しちゃうと爆発しなくなると。のぶといふーんが出てもいいよね。どうしようかなと。だいぶのぶとい感じで。まあ今回ね、お急ぎってことでね、消えるときに爆発。うーん、進化したら消えなくなるんじゃないのかな。あー、消えなくなるから発動しなくなるってことか。どうなんだろう、分からんな。さあ、もう宝箱も取っちゃいましょうね。はい。さあ、ルーントレーサー強くなって、ろうそく取っちゃおう、うん、赤も出てますね。バインダー取って、あー、スペルバインダー取りたい、欲しい。さあ、どうでしょうか。空白、うん、いいですね。いつものお決まりのセットが、まあさすがにね。ああ、まあ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 、空白で。はいはいはい。わかんねえけど強そう。わかんねえけど、なんか強い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 。あとほうれん草は欲しいか。ほうれん、あともうスカルでもなんでもいい。トローナボックスでもいいし、ね、まあ王冠の時は王冠で。ああ、トローナいいな。そうね、トローナは強くもなるし、まあ、最終的に敵の数をもりって増やしてくれるんで。増やしてもいい。ただ結構きつくない？若干きついね。ああ、これはガロータワーか。ガロータワーの、うん、そうだね。ガロータワー、さあ5分はどこが来るかな。宝箱回収、ルーントレーサー。しかも今回あれだね、その進化はさせちゃいけないっていう制約があるんで。ああ、実はね、実は辛いという話も。まあ、ショぐらいか。ショは進化させていいっていうことだけど。でも結構爆発してますよ。そうだね。
いやでも強いかな、多分。ああ、爆風すごくなってきたね。すごいね、爆風スランプが爆風スランプが画面の端から端まで飛ぶようになりましたね。さあこれで一応書が進化するね。進化かな、はい。多分ね、あのピニオンをうまく消さずに動くと超強い。消さずに動く、うん、なるべくこう画面内に捉えて、そうだからピニオンをその爆破に使ってると強い。はい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 。だからピニオンからニュって出ると弱い。だからお前が止まっちゃいけない。なるほどね。そう、今シュって出てあれが弱い。これが弱いの。そう、それ弱い。まさかの、うん、爆発が強いんじゃないか多分だけど。そうだね、シュって出しちゃうと爆発してないよね。うん、してないと思う、多分。だからこうやってピニオンを残して時間で消えるのを、そう、時間で消えるのをこうやって爆発に使ってると強い。強いと。なるほどなるほど。すごいね、斬新だね。ピニオンを使ってるにもかかわらず止まっちゃいけないっていう。そう、止まっちゃいけない、はい、結構まあ斬新目ではありますね。宝箱ありますよ。回収しましょう。そう、アルカナじゃない。あ、アルカナですね。さあ何がいいか。いやー、わかんねえなー。速度か、まあいいんじゃん、速度でも。速度取っちゃうか、じゃあ。えい、悪くないよね。いいとこ、いいとこ。無難無難、うん、やっぱ最初に出たアルカナだけあって無難だよ ね、速度は。コローナないなー。セレスティアル、ダースティング。コローナやっぱレアなんだね。なかなか出ないね、うん、すごいよ、爆弾が。あ、激しい。何が爆発してんのかな。いや、それが分かんないんだよね。武器ごとに変えてほしかった、爆発の色。難しい注文するじゃん。だって何で爆発してるか分かんねえんだもん。まあね。ああ。うん、でもまあ、強い雰囲気。雰囲気強いよ。ああ、いいね。さあ、ダスティングも。バニッシュ、バニッシュ。バニッシュフォローハート、バニッシュフレイサー、まあどっちでもいい、引き寄せ。あー、スキップ。まあ一応最後まで粘ろうか。そうだね、ドローナ欲しいから。どんだけドローナ欲しいんだ。もう敵も増やしたいもん、ここまで来たら。スキップ決まった。3つになっちゃった。そうだね、フレイサーとティラミスと。お、来た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 。オッケー、じゃあ、よし、取り行こうか。そうですね。ガリワン倒せる。まあこんだけ武器あればさすがに倒せるんじゃないですか。これやっぱ初の爆発ないよね。そうだね。だって消えないもんね。その技が、ね、技が消えるときに爆発が起きるっつってんのに、これ初消えなくなってるってことは、そうだよね、爆発は起きてないということだよな。まあ多分。でもあのリストには書の進化系もリストに入ってたと。どうなんでしょうね、分からん。なんなら出て、爆発出てないのもっとありそうな感じするけどな。鳥とかね。もう鳥とかどのタイミングで出てるんだろう。そして実はこれやっぱ弱い。通り過ぎたかな。あ、通り過ぎました。左下っす。あ、失礼しました。ガラバコまで出るし、通りも過ぎた。あ、ガリも来てくれて。でもなんかガリ遅くね。ヒットストップがすごいんだろうね、やっぱ。な、何でヒットストップしてるの。なんだろう、何かですごいヒットストップはしている。なるほどね。あ、今回武器が多いのがいいんじゃないですかね。あ、ルントレかな。ルントレか。お前今ルントレかな、そんなにかすれるってぐらいかすれた。ルントレか。やっぱまだ本調子ではないですよ。本調子じゃないですか。うん、もうオールウェイズチキンで。ああ、すげえ溜まってた。いやもうだって辛いんだもん、今回。コインにしてたらもしかしたら死んじゃう。確かにね、正しい正しい。上にまた宝箱があるのか。いや、これまずいな。宝箱あるし、これあれでしょ、あそこでしょ、マグナカペラか。うん、マグナカペラ、カペラ19分ちょっときついかもしれない。カペラの19分か。そうなの、ちょっときついから、ちょっと気をつけて移動。きちぃ。うん、かなりきつい。耐えて、あと20秒耐えて。ダスティング耐え、ダスティング耐え。ダスティング耐えね。ダスティングと、この真ん中のドリル。シャドウピニオンの群れ、ね。シャドウピニオン。しかもシャドウピニオンちゃんと
生かすことによって、うん、爆発まで持ってく。そう、素晴らしい、うん、久々にちゃんと攻略してるな。あお前やっぱりか、こいつ来てくれた。やっぱりお前にやられんのか。いつの間にかいるんだよ、ここに。いる？いつの間にかいるんだよ、ここに。動画見てて今気づいたやついる？ずりーよ、こいつ、ほんとに。絶対ないよ、しかも取る意味ねえし。意味なかった、ね。え、どこ行った？もう死んだ？多分死んだと思う。え？宝箱？宝箱ない。ある。あるわ。左上。あ、あったあったあった。まあ意味ないんだけど。まあまあまあ意味ないけどね。アルカナバット有田クリオン。さあ。どこだ？有田さん。はい、わかんないと。もう出てるんじゃないこれ、どっかに。いや、わかんねえよ。あ、いた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 。どこどこどこ？あ、いた。アルカナバット有田。有田。よし。有田、オッケー。ナイス有田。さあ、何取るか。アウェイクス。間違いないな。間違いないわ。クソひよったけど、うん、一旦そうね、左の怒り取りに行ってから宝箱ですね。そうしましょう。怒りの宝箱で行きましょう。もったいないですからね、コイン袋にしてんのがね。うん、いーてー、うん、そんな進めないですよ。ゴリゴリ言ってくる。これあれっすね、酪農っすね。酪農22分。酪農かー、体力あるね、やはりね、酪農。酪農強い。ダスティングのおかげで、回復が早い。そうね。いやー、見づら。見づらいね。これさ、武器エフェクトオフでよくね。武器エフェクトオフ。もう何が何やら分からんぞ、それは。やべえ。武器エフェクトオフでいいよ。分かんねえもんだって、この花がマジで邪魔なんだよ、マジで。花も邪魔だ、そうね。あとまあルーントレーサーがね、このこいつがレベル上がるたびに太くなってくから、はいはいはい、ルーントレーサーの線がね、濃くなってくんだよね。そうね。まあそれもまた見づらい、見づらいねやつですね。骨もでけえしよ、骨もでかくて、もう爆発がわかんないね。うん、なんか爆発してるよね、なんかしてる、スン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 みたいな。ガロタワー、ガロタワーね、24分ガロタワー強い、25分気をつけてね。さすがにきつい。いや、きついなぁ。しっかりきついね。しっかりきつい。まあでもアウェイク取ったんで。ああ、確かに。痛い。あ、痛い。あ、ほんとにまずいじゃん。かぁ。死ぬなよ、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 死ぬなよ。これで、なんとか。ナイスナイスナイス。いや、てか武器が弱えんだよ。そうなんだよ。一進化だからね。25分に花。モリ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 。これチャンスよ。ラッキー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 チャンス。オッケー。いらんよ。そうだね、取らなくてよかった。そうそう、うん、もうすでに4つ逃してるからね、からね。まあ、あえてね、アイテムを取って取ってからにしようと、からそうね、思ってるんだけど、アイテムは取れないっていうね。進めないからな、なかなかな。敵が強い、敵が強いって、これ俺が弱い。いや、太いんだよ、いろいろ太いんだけど。爆発ダメージは出ないんかね。あ、やばい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 。コカトリ、コカトリ。え、これどこだ。コカトリは酪農だね。これ酪農か、うん、あ、でもガロータワーの可能性もあるか。いや、酪農酪農。ガロータワーにコカトリは出てこないっけ。あれ、出てくるっけ。出てくるか、出てくる。あー、ガロー、ガローの可能性もあるけど、でもこのなんか変な、そうだね、寄ってくるやつがこれ多分酪農だわ。 うわー、やっぱ緑の地楽しいな。うわー、カペラ27分カペラ。27分カペラ、キモこいつら。キモいし、硬いし、てか見えねえし、まず俺のルーントレーサーが。あーあーあー、ひどい。でかいでかいでかい。見づらい。あー、粉粉してきた。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 粉粉してきたってことは強いよ。まあ倒せてるってことだからな。そう、倒せない。いってー、耐えて、耐えて、死ぬなよ。見えねえ。これルントレーサーのおかげっすね。そう、なんとかなってるね。ルントレのおかげでなんとかなってる。あ、森だ、森だ、28分森だ。ラッキーラッキー。これあれですね、ガリのパーツ取れずに終わる可能性が高いですよ。そうね。あ、でも森はいいっすね、進めますね。森楽っすね、さすがに。ガリ見ろ。まああと復活3回ぐらいあるんで。そうね、はい、
3回残してるからな。進化を俺は3回残してる。やーべえ、カペラカペラカペラ29分カペラ。いやこれまずいな、29分カペラでガリ出てんでしょ、これ無理かもしれん、うん、どうしよう。抜けない方がいい、抜けない方がいい。無理して抜けると死ぬから、上上上上戻った方がいいんじゃない、その広いとこ広いとこ空間にな。あーでもガリいるから。きちー、あれこれ終わった、抜けるしかないか、下下下行くしかないかな、下抜けるか。そっかガリがいる、ガリがいるから。うわー痛え、なんとか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 、広いとこ広いとこ広いとこ、走れ走れ頑張れ。止まったら死ぬ。頑張れ。避けろ。おどげ。ケツから出る鼻のおかげで少し回復してるかもしれない。ああダメだ。あ、でも31分なんで。ラスト？ 31 分なんでクリアっすね。あ、ほら本当だ。ステージコンプリートだ。はいはい。やった。だ。ギリギリステージコンプリートなんで。ギリギリ。はい。これよりも珍しいですよね。これだって死神の爆発が次起きるわけでしょ。本来なら。ワンチャンこれあれじゃない、カペラのちび死神ラッシュじゃん。あー確かに確かに、もうじゃあこれもう死神なんだな多分、ね、じゃあ死神にやられたと。ギリギリ危な。はい、ということでダメージ出してんの浮上の初かよ。やっぱ進化武器偉大なんですね。そうっすね。はい、まあ、ということでよく分かんなかったですけど、うん、まあなんか爆発構築っていうのもレベル101だぜ低いっすね。まあ相当低い方ですね。レベル99チャレンジしてたらギリギリだ、はい、あマジでギリギリ危なかったですね。緑の血が強いっていうのもあったかもしれん。なんか引くやつもちょっと運が悪かったですね。29分でカペラ引いたりとか。そうね、はい、まあそういうこともありつつ、はい、はい、爆破構築でした。弱い。はい、じゃあ終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。